ただいまですね、お盆休み中ということで、地元の、中学生の頃から通っていた、銭湯、長尾湯。長尾湯に、幼馴染と来てます。どうだった横屋。久しぶりの長尾湯。なんかやっぱ思い出したよな。いろいろね。あとここまで来るのに2人とも別の方向からウォーキングしてきたけどね。汗かいて、さらにサウナで汗かいて。気持ちよかったです。さすが地元長尾湯。最高最高OK。というわけでですね、お盆休み中なので YouTube の更新はありません。すいません。皆さんもお盆休みリフレッシュしてください。以上、地元からトンニーと横山がお送りいたしました。またねー。そうだよな。そうたい。そうたい。大喜利があるから。